どうこの現状を切り抜ければよいでしょうか、教えてください。なるほど、なるほど。親もね、成長しきってるって言ってあれだけど、うん、やっぱり親を変えるっていうのはかなり難しいから、やっぱりそこは自分を変えていく。武田塾チャンネル。悩んでるよね、みんな。悩んでます、うん、いやもう浪人生は本当このね1ヶ月終わって、その後ねちょっと自分の今進捗を確認するのと、あと、うん、まあ、現役生はねまだあの部活やってる子多いと思いますから、うん、はい、あの部活終わってから勉強始めるんじゃなくて、もう今から始めてほしいと思いますね。できることをね、とりあえずって形で、はい、うん、まあ、その中でね、もし迷うこととかあったら、ぜひ相談してほしいと思いますので、はい、そのね、受験生の悩みに答えるこの番組は、受験相談 SOS。宮田先生、はい、今日の相談は何ですか？はい、今日の相談は、はい、最近、親と大学のことで口論をほぼ毎日しています。うん、母親と口論をして大喧嘩をして、うん、それ以来全く話していません、うん、父親とも今自分の学力が行きたい大学とかけ離れているからなのですが、うん、お前はダメなやつだなどと言われ毎日のように喧嘩しています。おどうこの現状を切り抜ければよいでしょうか、教えてください。なるほど、なるほど。いやこれもちょっと喧嘩してるというか、うかなり悩んでますね。そうですね、かなりストレスですね。うん、ストレス溜まってますね。なるほど。いやこれはね、やっぱこの親御さんとの関係っていうのはやっぱりかなり相談として多いですね。うん、そうで悩んでる人も実際多いと思うんですけど、まあ、この子だと、まあ、親にすごいギャップ、父親にその、ね、かけ離れて大学を、まあ、うん、まあ、例えば望まれたりとかすると思うんだけど、まあ、これも、まあ、親なんだけど、やっぱり親だって人間だから、やっぱり不完全なところがすごいあって、そのやっぱりなんかすごい成熟してる親御さんもいるし、そのやっぱりちょっと、ね、自分の今まで初めての子供の受験っていうその、まあ、岐路だから、それに対してやっぱり強く言っちゃったりとか、やっぱりどうしたらいいかわからないって方もすごい多いので、そのやっぱり、まあ、親なんだけどその、ね、完全じゃないから、やっぱり親もね、そういう強く言っちゃったりとか、その期待をすごい背負わせすぎたりとか、そういうのがあるから、やっぱりそこはちょっとまあね、生徒さんの方がちょっと大人になってあげて、あ、まあ親もね、その期待して、その裏返しでこういうこと言っちゃってるんだろうなとか、そう、そういうところをまあ少しね考えてあげられると、まあ親に対してまあガミガミ言ってるけど、まあ仕方ないんだなみたいなぐらいの、まあちょっとね、あの一種まあ少し達観した気持ちでやっぱりあの親と接してもらえるとまあいいのかなと、うん、やっぱりね、親御さんももう言っちゃうのはやっぱりもう変わらないから、やっぱりもう親もね、もう成長しきってるって言ったらあれだけど、うん、やっぱり親を変えるっていうのはかなり難しいから、やっぱりそこは自分を変えていく。そうで、自分もやっぱり周りにいろいろ言われてたけど、それをじゃあそれに対してはってなんか自分でストレスで反発するのではなくて、やっぱり自分を変えていく。もうそう言われてもやっぱり仕方ない自分という現実があるから、だったら成績を伸ばして、そのなんだろうな、まあ、その見返すじゃないけども、それにまあ言われないようにするとか、まあね、親がお金出してくれるから、もちろん親のある程度意思には従った方がいいかなって気もするけども、まあ、いけるかいけないかとまた別の話なので、うん、まあ、そこはちょっと自分は生徒さんっていうか、やっぱり親御さんに僕はすごい問題があるなとはちょっと思いますね。はい、なので僕は結構、僕は実はこれ関係ない話なんですけど、僕はやっぱり人生をかけてちょっと、あの親御さんのやっぱ教育とかも本当はやっていきたいと思ってるんですよね。そう。って感じで、ちょっと僕喋りすぎちゃったんですけど、先生、これなんか思うことありますか？ごめんなさい、また振り方が雑でいや、はい、こういうのありました、宮田先生自身。私はでも逆にあの親があまり、はい、あの関与してこない、はい、うん、っていうあのお家だったので、そうですね。じゃあもうなんかもうありかの好きにしろよみたいな。そうです、あの、うん、やりたいことをやりなと、うんうんうん、あのいいですね。歌が好きだったんで、うん、まあ歌手にでもなったらええやん。素晴らしい。そう。やっぱ親はね、このなんていうか、まあ分かんないけど、やっぱりそのなんていうかね、そのもう自分の子供がやっぱり何しても、まあ、やっぱり見守ってあげるっていう姿勢。うん、そう、結局やっぱ自分の人生だから、別に親の、うん、なんだ、敷いたレールを行く必要はないと思うし、うん、うん、まあ、やっぱりね、その。例えば親が東大に行けとか言ったとしても、まあ、東大ね、別に全員東大行ったら幸せになれるかってそういうわけじゃないし、そうなので、まあね、逆にそういうやっぱりちょっとね、あの言われちゃうって人は、それを逆に、俺はそういう環境だから、もっと自分が大人にならなきゃいけないし、それを子供にしちゃいけないんだって、しっかりそういう気持ちで、まああのね、ちょっと自分の大人のレベル一段階上げてね、それで、まあ、受験とかに取り組んでもらえるとあのいいと思います。あのアインシュタインも今の思想で、今の自分の思考で今抱えている問題は解決できないと思う。
っているからやっぱりその自分の思考レベルとかを一段階上げてでその上でまあやっぱり受験とか今ぶつかっている問題に対して直面してもらえればなと思います、うん、今回は以上です。中森先生、はい、あれこの背景は何ですか。ちょっとね新企画のあの、はい、背景としてですね新しく、はい、あの設定したやつなんですけど、新企画武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法っていう、はい、シリーズ、そんなシリーズができちゃったんですか。そう今、はい、絶賛こう動画増えてる最中なんで、はい、ぜひねあの、はい、直前期だったりもしくはいろんな大学でどういう勉強すればいいのかなっていう知りたいね受験生にも、うん、こっから受験する非受験生にもおすすめな動画となっているのでぜひ見てほしいですね。なるほど、はい、おすすめですねこれは。そうですね、はい、まあ、プラスね、はい、参考書ごとの一冊ずつの情報とかね、はい、勉強について、はい、文字で、見れる逆転合格 .com というサイトがありますが、はい、こちらですね最強のサイトですね。はい、さらにですね、はい、武田塾チャンネル今までのこの動画ですねいろいろ見れるように、はい、チャンネル登録、募集しております。それがこちら、本当登録してください。はい、お願いします。で最後で今あのいろんなね質問とか皆さんから来てるのは実はそのコメントの方でね来ていただいた質問を返しておりますので、はい、コメントここから、できますのでですね、はい、ぜひこちらから、コメントもしてみてください。